ダイエットにおすすめのおやつトップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せる情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。お役立てくださいね。では早速1つ目の項目に行きましょう。なぜこのおやつがダイエット向きなのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。ではポイント1つ目です。腸内環境を整えてくれる材料だけでできているからなんですよね。これはとっても大事なことなんですよ。もうこのチャンネルは腸活チャンネルですから、もう腸活に関することをたくさんお伝えしてるんですけども、ベースは健康的で綺麗に痩せるためにはあなたの腸内環境が整っているかいないか、もうこれにかかっているわけですよね。なのであなたがもし今までいろんなダイエット試したのに、もうなんでこんなに一つも効果が出ないのとか、また痩せたと思ったのに、前よりも太ったとか、そういったご経験しているようであれば大丈夫です。あなたが悪いんじゃないんですよ。あなたが知らない間に腸内環境が悪くなっていたことをしていたからなんですよね。どういうことかというと、痩せてらっしゃる方っていうのは腸内細菌のバランスが最高にいいわけですよ。どういう状態かというと、痩せ菌たちの方がデブ菌たちよりも多く住んでいて、しかも種類が多くって元気いっぱいで、いつまでもその腸にですね住み着いてくれてるっていう、こういう環境が作れた人っていうのがやはりね成功してる方のパターンなんですよね。逆にダメなパターンっていうのは、痩せ菌よりもデブ菌がいっぱいいて、しかもそのデブ菌も勢力が強くって、痩せ菌たちのもう居場所がない、怖いみたいな、そんな状態になっていて、しかもそのデブ菌たちっていうのはあなたに何をさせてるかというと、太る食べ物を食べろ食べろって、ね、命令してるんですよ。あなたが例えば甘いものがやめられない、止まらない、なんでこんなに無性に脂っこいのばっかり食べれちゃうの私っていう時ないですか？それはあなたが欲しがっているのではなくって、あなたがずっと育ててきたそのデブ菌たちの餌だからなんです。そのデブ菌たちが餌が欲しくって、あなたにその味覚の細胞を通してその食べろ食べろってやっぱり命令するわけですよね。味覚異常になっているんです。ですからあなたはまず腸内環境を整えるために必要な食事に置き換えていくことの一つにこのおやつも含まれますから、ぜひ楽しみにしててくださいね。で2つ目です。無添加であること。これおやつに関わらずですけれども、あなたが今後痩せ菌たちを増やすためにはこの無添加食品を選ぶことがとってもね大事です。なぜかというと、添加物たっぷりのお体に負担をかけるようなものを食べてしまうと、もう腸が、ね、動いてくれなくなってしまうんですよね。どんな風になっているかというと、もう腸がヘッドヘッドなんです。こんなにね、もうあなたも消化とか吸収に負担かけるものばっかり、まあよく食べてくれるわねって感じなんですよ。もういい加減ちょっと私も休みますみたいな感じでお休みしちゃうんですよね。するとあなたが食べても食べてもとにかく消化吸収ができなくなる。そうすると栄養が食べてるにもかかわらず取れていない、すると痩せホルモンを作れない、結果太るっていう、この悪いスパイラルでもどんどんこう引きずり込まれてしまいますから、まずはこういった無添加のものですよね。化学調味料、香料、人工甘味料、合成着色料などなど、もう今は残念ながらほとんどのもの大なり小なり入っているので、あなたはこういったものが入っていないものを選ぶ目をそのつける必要が、力をねつける必要があるわけです。では2つ目の項目です。何をということで、じゃあ先生今言った何もね入ってない健康的な痩せおやつってどうやって選べばいいんですかっていうね、疑問もあると思うんですけども、そこを今からクリアにしていくためのお話ししていきますね。あなたがまず気をつけないといけないことは、化学調味料が入っていないおやつを選ぶことです。まあ、食材もそうです。でこれはわざわざ原材料名のところに化学調味料、体に悪いものが入ってますよなんて、ね、一つも書かれていないですよね。じゃあなんて書いてあるかというと、調味料カッコアミノ酸とということで、グルタミン酸ナトリウムが別名として書かれている、こういった表示があるものを選ばないことです。これを選ばないことであなたは腸や肝臓に負担をかけることが
ない、まあ、結果痩せることができるということになりますから、その逆がまあ太ってしまうということですし、まあ、そもそも病気にもなってしまう悪いものですから取らないようにしていきましょう。そしてダイエットに実は良くないものが糖質ゼロ、カロリーオフにもかかわらずなぜか味が甘いもの、自己管理をが入っているのは良くないです。これをたくさん召し上がってしまわれますと、まあ、お体も壊すことも、あのもちろんね、可能性が大にもなってしまうのと、太ります。なぜかというと甘いのにカロリーが取れないんですよ。これそもそも不自然なことなんですよね。普通自然界のもので糖分、甘いな、甘みがあるなというのは絶対に糖分入ってるんです。なのでしっかりカロリーが取れて脳が安心して活動ができるのに、あなたがもし、あ、これ糖質オフのドリンクだから飲んでもいいよねとかって飲んでると、脳があれっていうわけですよ。いや君おかしいよねって、そんなに甘いもの食べてる割には必要なカロリーが取れてないじゃないかって、だったらもっと甘いもの食べてよねってあなたに命令を出すんですよね。なのであなたはもうたった今ノンカロリーの甘いものや、あ、飲み物やね、食べ物食べたばっかりなのに、いやなんかまた食べたってなるわけです。そういうことで結局はトータルで甘いものを食べ過ぎていたっていうことになりますから、これはねやっぱり気をつけないといけないわけですよね。なのでますます甘いものが食べたくなってしまうような、こういった要は人工的な不自然なものはお体に入れないってことです。ではここから、じゃあ先生、その人工甘味料ってじゃあなんていうね名前で書いてあるんですかっていうね、たったくさんあるんですけども、まあ、腸活の観点からもこれはねおすすめできないんですよってことをね、あのちょっと一覧にしておりますからチェックしていきましょうね。まず合成甘味料と呼ばれる分類の中で入っているのはこちらです。アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどと書いてあるのは NG です。はい、そして次は糖アルコールに中に入ります。キシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトールになります。はい、そしてその他としては果糖、ブドウ糖、液糖、果糖液糖、異性果糖などの部類になります。こういったものが添加物として含まれているおやつ、また食材は選ばないように気をつけていきましょうね。ではお待たせいたしました。3つ目の項目、どのようにということで、今回あなたにお伝えするのはダイエット向きのおやつトップ3ということで、ランキング形式でお伝えしていきます。今回はセブンイレブンさんで選んできました。では早速参りましょう。第3位はこちらです。はい、さつまいもけんぴになります。私個人的にこのさつまいも大好きで、もう本当食べたらね、食べ出すとやめられない、止まらないになりがちなので気をつけています。もう最初から食べ過ぎないように量を決めて食べてるんですけども、あなたもねぜひ私とご一緒に、量はもちろん食べ過ぎてしまってはいけませんから気をつけてくださいね。ということでこちらですね、まず原材料名なんですけれども、すいません、待ちきれずにハサミを持ってしまいましたが、もうちょっとね試食はもう少し後にしたいと思います。原材料名はさつまいも国産ですよね。そして砂糖、植物油脂、菜種油とかパーマ油です。そして海洋を深層水のみで作っていただいています。でこちら1袋あたり 100g 入ってまして、エネルギーが 487kcal で、タンパク質が取れます 1.6g、 そして脂質が 23.5g、 炭水化物のうちの糖質が 65.5g、 食物繊維が 3.7g になりますね。なのでもちろん無添加で腸内環境を整えてくれる材料なんですけれども、カロリーは高めなので食べ過ぎは注意ですよ。ということで早速試食してみたいと思います。失礼します。はぁ、おいしそうな香りがもう漂ってますね。1本失礼しますね。私はよく噛まないと飲み込めない人なので、そう小さめでいきたいと思います。いただきます。香りがすごくいいです。わ、美味しいです。で結構ね細いんですよね、スティックタイプで細いので、すごく食べやすくておすすめですね。なのでそうですね、この量だと 3,4 回に分けて召し上がっていただくと、ダイエット向きにさらに効果的にね食べることができますから、量には気をつけていきましょうね。
こんなに美味しいさつまいもけんぴのその材料、さつまいものダイエット効果なんですけれども、まず腸内環境を整える食材です。食物繊維が豊富なので、先ほどお伝えした痩せ菌たちの餌となってくれるものですよね。で、結果その代謝が上がって脂肪の蓄積を抑えてくれたり、また食欲も抑える効果が食物繊維にはあります。そしてまた実はさつまいもってですね、低 GI 食品といって血糖値の急上昇が、ね、ない食べ物に値するものなんですよね。なので太る原因です。糖質を摂った時に血糖値が急上昇して太るわけですから、そこをしっかりと抑えてくれる効果もさつまいもにはあるんですよ。では第2位はこちらです。じゃん、素朴な豆の味わい、エンドウ豆スナックになります。こちら原材料がエンドウ豆、植物油脂、食塩のみ、この3つだけでできています。で、1袋 70g 入ってまして、カロリーは 397kcal、 タンパク質も取れます 10.1g ですね。そして脂質が 28.1g、 炭水化物のうちの糖質が 23.7g と食物繊維が 4.2g も取れます。これ結構大きい数値ですよね。ということで早速試食いってみたいと思います。私さつまいももそうなんですけど、この豆系も大好きなんですよね。さあ、ちょっと香り、お豆特有のこう、青っぽい匂いって分かります？この青だなっていうね、あんな香り可愛いですよ。1本がこんなサイズで結構入ってます。じゃあいただきます。美味しい。本当にグリーンピースのね、エンド豆の種類ありますけども、グリーンピース食べてるみたいですね。すごく美味しいです。あ、豆ってね、すぐ分かりますよ。この軽くてサクサクのエンド豆スナックなんですけども、この原材料になっているのがやはりエンド豆になりますよね。で、このエンド豆の痩せ効果なんですけれども、同じくその腸内環境を整えてくれる効果があるんですよね。食物繊維が豊富で、便秘改善になったり、先ほどと同じ血糖値の急上昇を抑えてくれたり、そしてまた代謝アップですよね。ビタミン B 群が豊富なので、あなたのその燃やす力がね、アップして代謝が上がるということになります。では第1位はこちらです。はい、まろやかに仕上げたアーモンドフィッシュになります。原材料名です。アーモンド、あと小魚、カタクチイワシですよね。そして、砂糖結合、水あみに醤油、黒糖のみでできています。早速開けてみましょうね。まず1袋 20g なんですけれども、エネルギーが 107kcal、 タンパク質が 5.9g、脂質が 7.3g、 炭水化物のうち糖質が 3.8g、 食物繊維が 1.4g 取れます。栄養満点ですよね。私この小魚系も大好きで、私自身も好きなんですけども、結構私の娘、高校3年生のね、JK の娘がいるんですけども、娘もこれ大好きで、ママまたこれね、学校のやつに買っといてねとか言われるものになります。もうこのイワシとアーモンドの香りってなんでこんなにいいんでしょうね。もう大好きです。といただきますね。ではアーモンドと小魚の同時に、香ばしくって美味しいですね。ちょっとすいません、お水飲ませていただきますね。はい、今回第1位に選びましたこのアーモンドフィッシュの、まずアーモンド、ナッツについての痩せ効果なんですけども、まず低糖質なので、やはり太るもとは糖質ですから、そこがそもそも低いものになります。ロカボと呼ばれるものですよね。で、また脂肪燃焼効果があったり、代謝がアップ、悪玉コレステロール値を抑えてくれたり、もうそもそも栄養価が高いのでダイエット向き食品になります。で、また特にナッツの中でもこのアーモンドはビタミン E が豊富なので、ここの代謝アップがやっぱ強いナッツになりますから、これはダイエット向きのナッツってことになりますよね。はい、そしてもう一つはカタクチイワシ、でこれイワシですよね。
もう EPA、DHA、要はオメガ3系の脂肪酸が豊富に含まれていますから、もうこれはですね、ダイエット向きになりますよ。腸内環境が喜ぶものになります。そして良質なタンパク質がやはり取れますよね。ダイエットを成功させるためには腸内環境が整っていることプラス、その腸のそもそも材料となる体を作るもと、タンパク質が豊富にやっぱり取れていないとダイエットはなかなか成功しませんから、その同時にその条件が叶っているというおやつになるんですよね。でまた中性脂肪を抑えてくれたり、まあ、カルシウムが豊富ですから、まあ、私たち女性にとってはカルシウムとっても大事ですので、おやつで補給できるということになるんです。さあ、いかがだったでしょうか。ダイエット中でもおやつって食べたいですよね。もうその気持ちよくわかります。であまりにも我慢して結果暴飲暴食に走ってしまうよりは、こうして腸活のダイエット向けのおやつを上手に間に入れていくことで、そういったストレスからも解放されて、しかもあなたは美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せることができますので、ぜひ適量を守りながら、そういったストレスフリーをね、作りながらダイエットを成功させていただきたいなと思ってご準備しました。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。